袋と、もしかしたらオカルト入った話なので、苦手な人はスルー、推奨。私の学生時代からの友人 A は、仕事柄、旅行する機会が多い。私たちの共通の知人で、占いと天然石のアクセサリーの店をやってる人が、A の旅のお守りとして、ガーネットの指輪を見立ててくれたのが5年前。この指輪をつけるようになってから、A は、スレスレで危険を回避するようになった。間一髪で、水害や土砂崩れを免れたとか、乗りそびれた船が座礁したとか、他人の不運によく巻き込まれる A にとって、このお守りはかなり優秀だと思う。しかも、紛失してもすぐ帰ってくる。盗まれてもすぐ帰ってくる。大抵は、犯人を病院送りにする形で、何度も何度も戻ってくる。そして、今回はまた、特に派手な騒ぎを起こして帰ってきた。ある日、私の勤め先の救急病院に、指を怪我した女性が運ばれてきた。車の後部に荷物を積み込んでいる最中、指輪が、どこかの金具に引っかかってしまい、間の悪いことに、荷物を積み終えたと勘違いした女性の母親が車を急発進させてしまったために、女性は、全体重を指輪にかけた状態で車に引きずられる格好になったそうだ。それを聞いて納得。彼女の指は、指輪部分から指先に向かって肉が引っ張り寄せられて骨が露出、ちょうど生の鶏肉チューリップみたいになっていたから。処置のためにカッターで切り離した指輪は、原型をとどめないくらい変形していたが、知人のオリジナルデザインを示す刻印と A のイニシャルが残っており、見覚えのある大粒のガーネットが、血液よりも鮮やかな色彩を放っていた。数日前、A がお守り指輪を紛失したと聞いていた私は、A と警察にすぐさま連絡。駆けつけた A が言うには、指を怪我した女性は、A のママ友の一人で、警察によれば、女性の車の荷物は、近所のショッピングセンターから大量に万引きされた食料品その他だったらしい。要するに、女性は、A から盗んだ指輪を身につけて、ショッピングセンターで大量万引きしたところ、車で逃げる際に、指輪が、元で大怪我をして、病院送りになり、悪事が露見したということ。今まではせいぜい指輪が抜けなくなって、泥の指が紫色に腫れ上がったり、泥が、急に金属アレルギーを起こして、全身かゆみで担ぎ込まれたくらいで、ついに流血沙汰になるとは、だんだんエスカレートしているのが心配。ガーネットを見立ててくれた知人に連絡したところ、ネックレスにしなくてよかったねって、ツッコミどころはそこですか？今では、A 自身も、ガーネットに対して恐れを抱いているので、警察から帰ってきたらお払いなりなんなりするらしいけど、もう指輪にはしないということで、A の心は固まった模様。さっき、知人から、ガーネット新しいデザイン、ブローチを見せられたのと、形成外科の先生が、何時間も苦労してつなぎ合わせた泥の指が、泥が隠れてタバコを吸ったために血行が悪くなり紫色に変色したので、今から緊急で再手術が決定したらしいので、記念の書き込み。